あはい、えーと、時間になりましたね、またちょっと遅れた感じですけど、はい、それじゃあ、最後はの質疑応答の,あの時間にですね、あの移りたいと思いますけれども、えーと、はいえー、これからの3年間で、えー、経済はどのようになっていくと予想されますか、おっちゃんの見解をお聞かせくださいということですけどね、経済ですよね、これからね、今あの、のアベノミクスとか、あの、 いろいろと言われてますけれどもねまあこれはもうあの結論から言うとあのよくはならないっていうことですねまあまず簡単に言ったらねじゃあ国民生活っていうのはどういうふうになっていくのか、えー、今よりも楽になっていくのかって言ったら、えー、まあ楽にはならないっていうことですねでもちろんあのこの3年間の中でね えー、経済的なあのシステムって言うんでしょうか、それがあの少しずつその形をあの変えていくっていうのはまああの当然のことでですね、えー、その中の,あの一つには、やはりこの銀行のですね、まあ、現行の,その銀行に対するいろんなまああの規制っていうのはまあ決まりありますけれどもね、まあ、そういったものも当然あの変えられていくでしょうし、 でうんこれ、なんていうのかな、まあの企業においてもね、その吸収合併っていうのがこれからあのますますあの進んでいくでしょうし、えー、まあその辺の改革っていうものがあのどん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 あの次の時代に向けた、えー、準備っていうのがこのなされていきますね。 ですからまあそれに伴ってねあのこれはもう仕方のないことではありますけれどもやはり、えー、リストラ人員削減っていうんでしょうかまあ、そういうふうなあの動きにねあの転じていかざるを得ないっていうのもこうあるわけですね。まあそういうふうになっていくことによって最終的にやはりその改革 していいいいかないといけなとけ変わっていかないといけないっていうことに対する、えー、認識っていうものをまあその人々たちがまあ持っていくだろうなとあるいは持っていくようにもまたそういうふうにあのね、えー、進めていくということなわけなんですけれども、えー、とにかくあの経済まあ生活っていう意味においてはやはり 楽にならならいし、まあ、これ当たり前って言ったら当たり前な話ですけれどもね。はいまあ、よ,くよくなっていけば、えー、資本主義経済っていうのはあの終わらないっていうのもありますのでね。まあ、とりあえずあのいろんな意味でのシステムっていうのがどん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 変えられていきますね。ちょっと簡単でしたけれども。はいえー、人間主義の最たるものといえば えー、簡単に言うとどんなこと人間主義はどこがいけないの、えー、いけない大きなポイントをもう一度お聞かせくださいということですね、えー、そうですね、うん、まああのちょっとこう、まあ、思いつくままにちょっとこうねあのお話しするとですね、えー、人間主義って、えー、いうものはですね、まあ、その時代時代に応じて あのいろんな価値観というのが生まれてきてますね。えー、でそれは何かというと人間主義の,あの最たるものという中でね、えーまあ、何が一番いけないかというとその普遍的じゃないということなんですね。でこれはあの時のその時代のですねあの政府である。 お役人でありあるいは権力者の都合によって、えー、コロコロ変わっていくっていうこともこのあるわけですね。で人間主義っていうものがあの生み出した例えばあの身分制度っていうのもこれもあの人間主義っていうところから生み出した生み出されたものなんですよね。のののの交渉っってていいううはでで人間主主義義中で例えば共産主義っていうのももこれもあの 人間主義なんですよねそれからあのフランス革命もそうですよねあの啓蒙思想とかいろいろありましたけれどもあの先ほどのこのもう消えましたけど自由っていう問題ね自由っていうものによって例えば言論の自由とか出版の自由とかいろいろな自由っていうのが作ばれてくるようになりましたけれどもその自由っていうものもですねこれもあの人間主義なんですね。 で先ほども言ったようにじゃあ,あの何でもありなのかっていうと、えー、結局そうすることによってまた問題が起きてしまっているわけです。えー、で、まあ、人間主義はどこがいけないのかっていう中の一つにおいてはやはり、えー、時代によってコロコロ変わる国によっても違うし。 そしてそれは最終的に言えば、あのー、全人類にとって幸福とはなりにくいっていうことですね。えー、なりえないっていうふうにまあ言ってもいいかもわかんないですね。えー、でなぜなりえないのかっていうといわゆるこの人間っていう中から、あのー、考え出されてくるもの いいいううもものののがでですねあの絶対的なものではないいうことなはととこんですね人間にはもちろんその霊的な側面がありますからその人間のいろんな発想っていうのもですね霊的なところから来てるっていうのはこれは間違いないんですけれどもただあの今の人間っていうレベルっていうのがですね そのまだ本当のみのその絶対的なその神っていうところからのねつながりによってなされてきている発想ではないしえそういう意味から言ってもですねその出されるアイデア発想っていうものがどうしてもこう中途半端な完璧なものにはなりえないっていうことなんですね。 えー、いっていうことで今あの話説明できたのかな人間主義の中で一番いけないポイントうんやはり価値の基準が曖昧だっていうこともあの今ちょっとね思いつく間にいくつか言わさせてもらってますけども価値の基準が曖昧だっていうこともあの言えるんじゃないでしょうかねですから、えー、国によって、えー、法律が違うっていうのも そういういことですねこれもあの人間主義が生み出した、えー、ものなわけですよ。えー、まあそういうことかなそれからあの今この政党があって与党野党、ねえー、対立してますよね、えー、これも同じですね TPP の問題についてもそうですけれども、まあ、同じだっていうのは要するにあの価値観が曖昧だね。だこれが人間主義によってもたらされたもの。 だからいろんな意見があるいろんな考え方があるっていうことなんですよですからいつまでたっても争うことしかできないっていうことでもあるし人間を基準にして、えー、見た時に絶対的な、えー、価値判断っていうのは当然出てこないっていうことですねうんちょっとこう曖昧な部分の表現もありましたけれども大体、ま、そういうことなんですけれども「えー、北朝鮮って日本人ですか?」 いうことですけども北朝鮮っていうのは日本人か北朝鮮って日本人かっていうのは <laughs> この民族的なというかそういった流れから言ったら、えー、北朝鮮も日本人もただ今はねあのいろんなこう混,ざ混じってるっていうんでしょうかねあの単一民族なんていうのはもう今実際にはありえないわけですからあの北朝鮮も日本人であるし日本人も北朝鮮であると。 いうふうにまあ,あの言ってもいいんじゃないかなと思いますけれども、えー、質問の意図っていうのが、えー、そういうところだったのかどうかっていうのはちょっとこうもしかしたら誤解しているかも分かりませんけれども、えー、そういうことですね。でもっともっとこの先祖っていうことで言えばですね、えー、日本っていう今、えー、まあいろんな民族が日本の中に入ってますけれども今日本っていうものを形作っている原型となっているもの基本になっているものはやはり あのユダヤっていううんでしょうかねイスラエル民族っていうところから来てるもの、えー、それが今の日本の,あの中枢っていうものを作り出しているまあ力を持っているということですね、はいえー、今後人類のゴールに立ったとしてえっ、ー、と、えー、本当の意味での人類歴史のスタート地点に立つとのこと全人間と人間の切り替わりの時期 えー、親と子は全く違った成長発展の一途をたどったと聞きましたが我々のゴール新たな人類史スタートは全人類性、えー、のでやってくる感じですかねっていうことですけれどもねえっ、ー、とねこれねどういうふうにねあの説明したらいいでしょうかね今今とりああえず、あのー、今まで 間違ってきた人類歴史っていうものが一旦終わって新たに、まあ、の出発していこうとするわけですけれどもうん、まあ、本当の意味でのね、えー、新しい出発っていう、えー、時は当然来るんですけれどもそれはやはりあれでしょうね、あのーまあ、世界っていうふうに考えるからなかなかちょっとこうややこしいんですけれども例えば日本の中で考えた時にですね 過去の,その先ほども言った明治維新この時に日本にはあの数多くの藩があったわけですね数多くの藩があったそしてその藩っていうものが廃止されて県というものが置かれてそしてあの中央集権のようにですね、えー、政府というものが樹立してその政府を中心にして、えー、日本全国が一つにまとめられたっていうことを、えー、世界っていうレベルで考えて いいいけばいいですねですから今世界にはたくさんの国がありますところがその国っていうものがやめられあの終わって、えー、国っていうのではなくて、えー、一つの政府のもとに、えー、もう今言われているようにですね世界を大体5つぐらいのブロックに分けようという、えー、話ありますね。えー、そういうふうになされて、えー、地球とていう規模の一つの政府が、えー、樹立した段階が 人類の新しいスタートというふうにまあ言っていいんじゃないかなと思いますね。ですからまあ「せーの」っていう意味で言ったら「まあせーの」っていうことになりますね。ですからこれはある一国によってなされるっていうことはえ当然ありえませんのでそれからあの今の今 大体人類大体300国270カ国ぐらいあるんでしょうかね正確にはもうちょっとこう今はね、えー、あれですけどもそれは全部がこの揃って話し合うっていうことではありえないですねやはりその時もですね、まあ、そのやはり代表となるような、えー、不平等のないような意味での、えー、代表国家っていうのがだーっと集まって、えー、そしてそういう取り決めっていうのがこう当然なされて い、えー、くととうことですけれどもその中心的な、えー、役割を果たすのがですね、まあ、いわゆる6カ国協議っていうところのものになってくるだろうなということですね。えー、でまあいずれにしろですねあのー、中心になってくるのはやはり、えー、経済的な意味でもですねまずやはり力を持っているところ。 っていうのはそれを役割を果たすその立場っていうのは大きいですね。ですからまあ日本っていうのも当然その中に入ってくるわけですね。答えになってるのかなはい。えっとそれから宇宙連合が地球を解放すると言い出すスピケはえ何に騙されているのですか 地球を解放するか。えーっとね、騙されてる、騙されてないっていうところ、ちょっとこう、そういう観点っていうよりはですね、宇宙連合、別に言葉はね、宇宙連合でもね、宇宙連盟でもまあいいんですけれども、実際には霊的なそういうあの存在なんですね。 でそれがまあ地球を解放するっていう、えー、表現が正しいのかどうかっていうのはあれなんですけれどもただあのその霊的な存在っていうのはこれはもう人間が誕生する前から存在していてそして人間が誕生して人間が堕落した以降も人間をですねサポートしながら、えー、来てるわけですね。だから彼ら彼がその地球を解放するとということは あ,のまあ、ありえないというよりもそれは原則じゃないですね、えー、それができるんだったらですねあのもうとっくの昔にやって、えー、終わっているわけですところがあのそうじゃなくってあくまでもやはり、えー、人間というものが人間の果たす役割というのがあまりにも大きいということですそれは、えー、神すらも手を触れることのできない あるいはそういうふういふに理原原理則なってるんですね、えー、この辺の説明っていうのは過去のユニタイムズとか講演会でもお話ししてますけれどもまだお聞きになってなかったらちょっとそのどういうことかって分かりづらいかもしれませんけれども、えー、神は人間にある一つの責任そしてその責任というのを果たすことによって、えー、神の,その目的っていうものを果たすことによって いうものも完成していくわけで、その時に初めてその宇宙連合あるいはそういった霊的な存在っていうものも解放されていくようになるし、神とい,いうものも解放されていくようになるんです。ですからこの地球を解放するっていうのは、えー、人間がなさなければならない役割だということですね。だから何に騙されているのか。 っっていいうのはちょっとこうえ難しいんですけれどもただあの今日まで人間を支配してきた霊的なそのね悪なる存在っていうものが確かに改心してえそして今あの神というところとはまた違った形でこのこれまで今日までの,ねそのまあ罪の償いというような形でえその人間に対して これは悪い方向ではないんですけれどもこの人間が完成するように働きかけてはいるんですけれどもその存在っていうのはあの自らの罪を隠しつつっていうような感じでね本当の意味での自らの正体っていうものを明かさないメッセージそれを含まないメッセージっていうものを人間に与えてそして言うならば あのイスラエル民族の霊界のレベルっていうんでしょうかね、えー、そういう意識の中で、えー、人間を今、えー、スピリチュアル的に引っ張っていっている霊団っていうのがあってでそこと関係しているいろんな団体っていうのもあるわけですですからあのいずれはですね そういった団体っていうものも、真実にたど、えー、り着いて、えー、もちろん、あの、それを排斥するのではなくて、先ほどの最後のステージに上がっていただいて、そして共に一つになっていく、っていうことが、あの、必要になってきますね。答えになってたかな。はい、何に騙されているかって言ったら、ちょっとこう、 騙されているうんぬんっていうのはのもうちょっとこの詳しい内容があれば回答できるかと思いますけれどもまあそういうことです。本来の霊的な高いそのサポートしているものとその今日まで人間をね、えー、悪い方向に引っ張ってきたっていうかあの神から離れたあの存在としての霊団。 これがこの今ね改心してそして人間を引っ張っていってるんですけども、えー、自らのそのあの罪っていうものだけには触れないようにしながら人間を引っ張ってきているっていうこのね、えー、上のものとこの下のものっていうのがあるので、えーまあ、それによっても降りてきてるメッセージっていうのが変わってきますから動き自体も似てるようでちょっとこうねあの違ってきたりしてますね、えー、それによってまあ確かに 騙されてるっていう見方があるかも分かりませんね。はいえー、人間主義ありがとうございました、はいえー。という説明でよかったんでしょうかね。はいえーえー、人間は神と同じ地位・上意を兼ね備えた存在ということですが。 え俗に言われる神道での神は本当の意味での神ではないということですがそれではそのような存在は地位上位の全てを兼ね備えた存在でないと理解していいのでしょうかよろしいのでしょうかっていうえそういうことじゃないですね。のこの地位上位っていうその機能っていうのはあのこれ人間にももちろんあるわけですけども人間の中でもこの地位上位っていう機能は,これはあの赤ちゃんにもあるし 小学生にも中学生にも高校、大人、あの、みんなあるわけですね。ただ、あるんだけど、あの、レベルが違うだけということですね。ですから、あの、神道におけるその神っていうのは先ほどイスラエル民族っていうふうにえ言いましたけれども、えー、そういうふうなあの神であって、そして、あの、特にですね、あの、それだけだったらいいんですけれども、この神道の中でね、 本当の意味で大体が全部あの堕落圏内っていうんでしょうかね堕落の方に引っ張られていってるんですね、えー、ですからその太陽神であるとかいろんなこうねあのー、言われてますよねそれらっていうのは先ほども言ったようにこの神とは 神,に反逆して神とは、えー、まあその神から逸脱した霊的な存在が今日まで人間を引っ張ってきたんですね。でその存在が、えー、自分も万物なんですけれどもねその引っ張ってきた霊っていうのも万物なんですけれどもその存在が、えー、神に生かさないためにね神の方に向かないためにその中間にその万物っていうのを置いて。 そそしてその万物を神にしてそしてそこをあがめさせるようにして本当の本質の神っていうところに意識がいかないようにずっと今日まで、えー、してきたわけですね。ですから、えー、その、まあ、八百万神って言われるものも本当にそうですしね、えーまあ、ちょっとこう話がねあの違って。 でちょっと途中からずれましたけども地位乗りっていうものは兼ね備えているということですねただその、えー、レベルが違うということです、えー、これ何て読むのかねよくわからないですけどね「火の枝」と書くんですかねこの神社で「お正月、えー、大麻祭りをしていました、えー、朝の解禁ありますか 波動は高いですか朝はっていうことですけれどもね <laughs> あのこれはねあのユニタイムズの方でもねあのお話ししてるんですけれどもえ朝とかそういったものを使ってそのねこのあまあまずもう一つの観点で言ったら朝っていうのはいろんな意味であの活用の,あの価値っていう利用の価値っていうのはあるわけですね確かにそれはでその 医療としてあの使うこともあのできるわけですね。で、それとね、もう一つね、あの知っていただきたいのは、まあ、今日までの人間の歴史っていうものがですね、ほとんどあの神とは関係のない世界で、堕落した県内の中でずっとあの来たわけですね。その中で培われてきたものっていうのが、悪なるその飲酒っていう,いうもの。 言っていいと思うんですけど、そういう中でずっとあのー、来たわけですね。でその中で、えー、さらにその神っていうものを求めようとしていろいろこの、えー、使ってきた中にその朝っていう、えー、まタイマーっていうものもこのあるわけですけれども、実際にそういったものを通じて霊的な体験あるいはその神に出会うっていうことはこのありえないんですね。はい。ですからまああの解禁っていう意味で言ったら。 あのまあ、一時的には、ね、解禁されていく国っていうのがあのできたりしますけれども人間はそういう中にね大麻、えー、を吸ってどうのこうのとかっていうところで喜びを求めるようななな、えー、存在になってないんですでそういったものを、まあ、言えばなくてもそういうこの高次元な、えー、スピリチュアルな世界に人間っていうのは本来あのいけるようになってる。 それがこうね完全になくなってしまったからそういうものを通じてそれを求めたりとかそういうあの感覚を求めたりとかそういう世界を求めたりとかしてるということです。ですからあのまだこのね完全にその善の基準っていうのが立っていないのでそういう中では今その大麻っていうものをどん,どん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 入れていこうっていう霊的なあの動きっていうのが実際にあるわけです。日本の 中でもねこの沖縄っていうのはもうそういう意味ではね今年共産党の勢力っていうのも入ってきたぐらいにですね今この本当にこのまま、えー、新しい価値基準っていうものを本当に樹立していかないと日本はその尻尾の方からねダーっと腐ってきますそしてもうあの日本の未来はなくなくってしまいまいすね青年がいっぺんに若い層がいっぺんにやられてしまいます えですのでまあ今後は解禁というのはそういうような感じでえちょっとね間違った政府があるいは国がそういうふうにする場所もあるでしょうけれども実際にはあの最終的にはなくなっていくなくなっていくっていうのはその吸引とかねそういうものとして利用する大麻ていうのはなくなっていくということですねえーとあ波動が高いかって言った 波動は高くないですね。これは別に波動は高いものじゃないです、それは。えー、プレアデス文明やシリウス文明などは、えー、霊的世界の文明なのでしょうかということですけどね、これはもう間違いなくそういうことです。あのー、本当にプレアデス文明とか、えー、シリウス文明とかっていうね、もう本当にあのー、名前がどこからどう由来してどう来たのかっていうのはね、あのー、まあ、それはあのー、わかりませんけれどもね、本当にややこしい名前がたくさんありますけれども、 人間のような肉体を持って築き上げたその他の星でね築き上げたっていうそういう文明っていうのはもうありえないってこれはねもうはっきりあの言っときますけれどもただその人間が誕生する以前に霊的な世界っていう中であの人間のようなその世界があったわけですよ実際にまず初めにあって。その中に まあ,ある意味で言ったらそれが本当に文明なわけですよ。そしていまだにそれはあ,のあって、えー、このいろんな星がありますよね。いろんな星にそういう霊的な存在っていうのがいるわけですよ。で、あのー、皆さんもね、ちょっと一度想像して、あのー、見られたら、多分ピンとくると、想像だけでピンとくるかなと思うんですけど、えー、皆さんが霊界に行きました。肉体ありません。ふわ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 、あの浮いてると思いますか ね、ふわ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 じゃないですよあ,のあちらの地上に行ってもちゃんとね地があって大地があってそこを歩いてるんですよだけど、えー、瞬時にして別のところに移動することも当然できるんですけれども歩いてるんです足もあるんですそしてそのいろんな星まあ言ったらこう地球みたいな感じですよね星に行ってその霊的な存在もいて歩いてるんですよ ちゃんんと足が地についてるんです幽霊もまあ幽霊っていう言い方はおかしいですけどねはいでそのプレアデスシリウスっていうのはその霊的なあの地球外生命体の作り上げたその文明であるっていうことなんですねですけど未だに本当の意味での完璧な完成した文明っていうのは、えー、なされていないんです未だに過去の どの文明においてどの時点においてもなされていない今それが初めて、ねえー、なされようとしている時代に来てるということです。えー2025年までに 日本が使命を果たすことができなければ次はブラジルに移ると過去にお聞きしましたがそうなった場合が日本はどうなりますかということですけれどもね、えー、2025年までに日本、えー、2025年までに日本が使命を果たさなければっていうよりも、まあ、あのこれは2025年っていうのは日本だけじゃないですけれどもね、えー、全世界上げて 主要な国っていうのが、それを果たしていかないといけないっていうことに、えーえー、なってくるわけですけれども。そうなってくると日本っていうのはもうあの別に。これは日本だけじゃなくて、やはりあの最悪な状態に当然陥っていくっていうことですね。で、あのまあ、果たさなければどういう風うになるかというとう過去にもね。その文明のこの交流っていうところで。 お話ししたんですけども、えー、天運、神の運勢、神の息吹っていうものが注がれているから栄えるんであってね、それが去ってしまった後、えー、ち,ょっちょっとかね、肩凝ってきましたけど、えー、それが去ってしまった後どうなるか、これはもうあの衰退していくしかありえないんですよ。 ね、で本来は、えー、その衰退っていうことはねありえないんですけれどもある一定の,あのこう春夏秋冬っていうのがあるように波はあるんですけれどもね人間はまだから、えー、神が息吹を与えたところっていうのはもうあの限定された国であり地域になるから、えー、その息吹が去った時っていうのはあの衰退してしまう。 あるいは文明が滅んでしまうっていうこといこなんですけれどもですからまあそういう意味でねあの日本がこのね責任を果たさなかったからといってどこに言われている日本沈没っていうのは、えー、これはちょっとねあの僕聞いたわけじゃないのでこれはあ,のあくまでもおっちゃんのその観測ってことになりますけども日本が沈没するってことはありえないと。えー まあ信じるとかっていうよりも確信しているって言ってもいいかもわかんないですね。よくあの言われてます。日本、東京が亡くなりとかね、えー。あるいはアメリカが沈没、水没してとかって言われてますけれども、えー、僕はもうよっぽどのことがない限りっていうんでしょうかね。2025年日本が責任を果たさなかった。うん。としてもそこまではいくらなんでもいかないだろうというふうに。 えー、まあやっぱり信じてるという言葉かな、えー、信じてますねありえないだろうとえー、で日本がどうなるかということではそういうことでねあのどんどん衰退していかざるを得ないっていうことに、えー、なりますねはい、うん、えー、まあこれは、まあ、過去の歴史を見てもそうですけれどもね まあ、エジプトが亡くなりローマがなくなっていった、えー、ようにっていうことでしょうかね、えー、イギリス大英帝国っていうものがね影を潜めたようにっていうことですねはい、えー、じゃあですねだいたいあのー チャットの方コメントでしょうかね、ご質問。えっ、ー、と、常術の講演会ということで、えーね、ありがとうございます。えー、術していたらありがたいですけれどもね。はい。それじゃあ、あの、ま、ほんにそういうことで、えー、ありがとうございました。また、あの、何かですね、あの、ご質問とかありましたら、あの、info-unimix.jp の方にト JP の方に 送っていただきましたら、また、あの、ご質問に関しては、まあ、できる限り、回答、できることは回答させていただきたいというふうに、あの、思っています。えー、で、今のところ、あの、時の流れというのは、まあ、順調に、あの、流れているというふうに、まだ感じております。えー、日本政府の方向性というものに対しても、えー まあ、いろんな、あの、妨害っていうのは入っておりますけれども、え、今のところ、着実に進んでいるというふうに感じています。え、政府、まあ、安倍首相もですね、ちょっと疲れが目立ってきたかなというようなことは感じますけれども、え、まあ、大丈夫じゃ、今のところ大丈夫じゃないかというふうに感じています。脅されている。 その辺のところは、今のところは感じるところはありませんけれども、今回は安倍首相も命がけで取り組んでますから、ちょっとや、そっとでは、びくともしないんじゃないかというふうに思っておりますけれども、それじゃあですね、の今日の講演会、質疑応答の。 部門っていうんですかね。えー、もうあの一応これであの終わりたいと思いますので、まあ、あの本当にご質問とかありましたら、あとはあのメールでお送りいただきましたらあのいいかなと思います。それからあとですね、今月は第4、えー、水曜日ですね、第4水曜日があの今月2回目の定例のまたあの講演会になっておりますで。時間は夜の19時、7時からです。 はい、それから、ああとあの、まあ、いろんな放送ねユニタイムズの放送とかあるいは「ここが我が家」とかですねそれから金の歯車最近はちょっとこう、えー、まだなされてませんけれども、えー、とそれから「あの姫の姫ごと」とかです、ねえー、忘れてたら怒られそうだから。 ちょっとどうしようかな。アジアンロックライジング。チンタクチルのアジアンロックライジングとかね。そういうような感じで、あの、ユニミックスの方で、あの、配信しておりますので、まあ、よろしければ、またお聞きいただけるとありがたいと思います。ここが我が家は、あの、今週、来週とですね、炎のギタリスト、ダイちゃん、お休みなので、私と、それから、あの、あともう一方、サポート入ると思います。いつもとちょっと違う感じで、今回、実、今週っていうか、 次次とその次ですね、えー、なんかちょっとこう楽しくやれたらいいなというふうに思ってますので、えー、またその辺の方もお聞きいただけるとありがたいです。はい。じゃあ,あの本当に今日もですね、えー、長々と最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。えー、ぜひあの本当に素晴らしいあの世の中にしていくように今以上にもっともっとこの積極的にいろいろ取り組んでいこうではありませんか。 はい、ということで、えー、全て終了していきたいと思います。どうも本当に今日もありがとうございました。お疲れ様です。